地下の湖水、高濃度の乾水である。乾水とは、塩化ナトリウムなどの塩分を含んだ水である。代表的な乾水は海水であり、海水との境界に存在する気水も乾水に含まれる。また、過去に海水が閉じ込められてできた、化石水、岩塩地帯の塩分を含んだ水など、陸水にも乾水が存在する。大塩義語は淡水。 冠水の中でしか生きられない魚類のことを冠水魚という。地下水の冠水は天然ガスを大量に養存していることがあり、地下の冠水を組み上げて分離、生成されたガスが利用されている。地下の高い圧力下で地下水に溶けている。天然ガスは大気圧の下では水にほとんど溶けないため、地下水を地上へ溶水すると天然ガスが自ら分離して発生する。 これを回収して利用する。冠水の生産員は、用水量が多く、地盤沈下の原因となっていることから、用水量を規制したり、回収後の残水を地下へ再び戻したりすることも、行われている。千葉県を中心として広がる、日本最大の水溶性天然ガス電である、南関東ガス電の一帯の冠水には、海水の2000倍もの要素が含まれており、要素も、 天然ガスの副産物として生産されている。これだけ高濃度の濃縮要素が存在する場所は世界的にも珍しく、日本は地理に次いで世界第2位の要素産出国となっている。塩湖などから採取される貫水はリチウム、周素といった他の有用な元素、鉱物を抽出する資源としても利用されている。中華麺などの原料の減水は元来は 塩湖の水を用いたため懸水と呼ぶ。現在は有効成分の炭酸ナトリウムなどから工業的に製造する。ありがとうございます。